はいどうも、僕は望月健人と申します。みんなからね、モッチーって呼ばれてます。これからね、もうフリーランスになって稼ぎたいなって思ってる30歳です。だけど実際フリーランスに、ね、なるのって不安だったり、全然わかんないことっていっぱいあるんですよね。今僕の周りにクリエイティブなお仕事をして年収1000万に到達したフリーランスの先輩ケンさんに最近会いに行くのが僕の日課なんです。ということで今日も行ってみたいと思います。ケンさんお疲れ様です。あ、もちお疲れ様。どうした？今日来たのはケンさん、僕と4年前に出会った時、結構仕事ガンガン追われてたり、お金の面でも結構なんかいいように安い感じでちょっとお仕事してたと思うんですけど、この前インスタ見たら、年収1000万っていう達成したっていうのを見たんですけどまああれめちゃめちゃびっくりしたんですけど、あれ、本当ですか？あれは本当あれは本当に超えた。気がついたら超えてた。いや、めちゃめちゃびっくりしたんですけど、この数年何があったんですか？で、あの時もっちーと最初出会った4年前とかは、チラシ作ったりとか名刺作ったりとか、そういうお仕事をしてて、それはあんまり結構出る間もなく、ちょっと安いお仕事、お仕事いただけてたらありがたいんだけど、結構その金額的にはまだね、フリーランスしたばっかりだったから、あんまりその高いお金だったりとかもあんまりいただけなくて、っていう感じの時に出会ってたから、で今は何だろうな、そういうそのチラシを作ったり名刺も作ったりもする、するお仕事の一環としてはするんだけど、トータルでその企業とかその個人事業の人とか、中小企業の方だね、その人の、ブランドのプロデュースっていうのかな。ああ、なるほど。そういうのを、やってるようになって今お仕事として。なるほどですね。単発でやってきたことが今全部つながって、じゃあ本当にこの会社さんの、なんからしさっていうのかな、って何だろうみたいな、っていうのを一緒に考えて、それでロゴデザイン作ったりとか、あとはその、名刺もそうだし、じゃあチラシもじゃあちょっとこの部分変えませんかとか、あとホームページとかもこういう風にして作りましょうとか、じゃあ写真はじゃあこういう世界観がいいんじゃないですかみたいな、そういうのをなんか今トータルに提案して一緒にやっていくっていう感じで、今お仕事のスタイルがだいぶ変わったかな、4年前に比べて。じゃあ僕的にはこの写真撮ったりとか動画を撮ったりしてるようなクリエイターだったっていうイメージなんですけど、4年前は、現在はどちらかというと、マネジメントをする側に、シフトチェンジしてるというような状況なんですかね。そうだね、そういう風にしてやっていって、もちろんその単発で、あの写真の撮影とかも受けさせてもらったりとかもするけど、結構突っ込むわけ、突っ込む、そう、あのこういう写真がいいですみたいな話だったりとか、じゃあどういう写真撮ったらいいですかねみたいな、そういう相談ももらったりするから、じゃあ例えば何を大事にしてるんですかとか、今会社のコンセプトとかその商品のコンセプトって何ですかみたいな、そういうところを一緒にこう、根掘り葉掘り聞いて一緒にこう模索していくっていう、なんかそういうこだわったものづくりっていうのかな、単発で受けるにしても結構めんどくさいと思うお客さんとしては。なるほど。めっちゃ聞いてくるなこいつみたいな、なるほどなるほど、じゃあ以前は、そういう会社さんから、チラシ作ってよみたいな、そのいわばその会社としての、あの枝に過ぎないというか、そういうお仕事からどんどんその会社の利益を追求していくために、なんかコンサル、総合コンサルっていうんですかね、こういうの、そういうふうに写真も撮るし、その会社用のホームページも作るし、チラシも作るし、またそういう会社を育てていくみたいなのも一緒にやっていくっていうのも今やってるって感じですか？そうだね、なんかコンセプトが競争をしないためにブランドを共に作るって競争するっていう、ちょっとコンセプトがあって、分かりやすく言えばマクドナルドと小さなハンバーガーショップが同じことやったって勝てないわけ、やっぱり、マクドナルド真似しても、お客さん来ないっていうか、もう向こうそもそも会社の大きさが違うじゃない、だから同じことやったってなんかちぐはぐになってくるわけ。なるほど。マクドナルドで同じうまくいってることが自分たちの規模、小規模のお店でうまくいくかっていうと、行く時もあるけど行かないことの方が多いと思う、なんでかって言ったら、やっぱ人も
いないでしょ、そんな、うん、マックって言ったらもう従業員数めっちゃ多いじゃん、めちゃめちゃ多いですね、24時間空いてるじゃん、空いてますね、個人事業って24時間立ってられないでしょ、きついですねだし、なんかそのチラシ広告費も違うじゃん、うん、確かに、でその考えるブレーも違うじゃない、うん、だってマーケティングチームとか 何百人がいるのよ、確かにそうですね、感じじゃない、はい、でそうなった時に、あ、同じことやってもダメだ、そこであの同じ世界で戦うと絶対その潰されちゃうわけ、うんうん、マックと戦うっていうのを選ぶと、うん、だからそっちじゃなくてこっちの道の方は空いてますよみたいな、うんうん、なんか自分たち あの思いだったりとか、うん、そういうお客さんに何を提供していきたいかとかどうなりたいかっていうのを、うん、あ、ここの道だったら空いてるんで、うん、こっち行けそうですよみたいな、なるほどですね、うん、そういうのをなんか一緒に導いて、あ、じゃあここの道だったらじゃあどのお客さんとかどの層に対してボールを投げたら帰ってきそうかなみたいな、うん、SNS 使ったりとか、なるほどなるほど、うん、じゃあ写真はこういう風にして撮りましょうとか、はい、そういう道を一緒に模索するって感じかな、なるほどですね、うん、あのみんな個人事業とかこれからやろうって思って、うん、まあ俺も最初そうだったんだけど、うん、あの広告代理店と、うん、なんかその何ていうのかな、戦おうみたいな話に自分の中になってたわけ、うん、俺も一フリーランスのデザインやってる人だから、うん、じゃあその他と仕事で負けないように、うん、あの他に取られないようにだったりとかして、うん、自分も仕事取りたいし生活したいから、なるほど、でそうしたらどうしようかなってなったらやっぱ安くしちゃおうって思っちゃうわけ、自然と、はいはいはい、でちょっとでも安く他と安くしたら自分とか選んでくれるんじゃないかみたいな、うん、そういうそのスパイラルに陥っちゃったわけ、なるほど、その名刺作るにしても、うん、あ、このぐらいで作れますよって最初言ったら、いや高いねって言ったら、じゃあこの金額だったらどうですかみたいな、うん、すごく安く なっちゃったわけ、なるほど、でじゃあこれぐらいだったらじゃあお願いしますみたいな、うん、わーいみたいな、わーいって言ってるけど、これちょ労働コストとなんか合わないけど大丈夫みたいな、うん、っていうのがあって、だからそういうので、うん、なんかその見えない相手と競争しちゃうわけ、やっぱりその見えない相手っていうのは、うん、自分がいつもその見てる世界にいる人たちだから、うん、その自分がいる世界だったらやっぱりその大きな広告の業界だったりとか、うん、その県内に、まあ、今沖縄が拠点だから沖縄県内にある広告屋さんとか、その隣の、うんいるいろんなさあの人と比べて、うん、あ自分はこの部分が劣ってるからここはじゃあちょっと休めたりとか、うん、自信もないしなみたいな、うん、で人脈もないしっていうのでだんだんこの値段が下がっちゃったわけ、なるほどなるほど、 でもなんかその自分の本当にじゃ隣の人も持ってないし、うん、広告代理店も持ってない良さっていうのは絶対自分の中であるはずだって気がついた時に、うん、あこれはちょっとあのなんていうのかな、もうちょっと胸張ってこの金額で、うん、だったらやらせていただきますって言ってもいいなっていうのがあって、うん、なるほどですね、でそこからなんかそのあの、まあ、心身ともに健康な仕事ができるようになっていいっすね、慣れたかななるほどですね、うん、個人事業として走り出してからのテクニックを今聞けたんですけど、うんうん、僕はね正直今個人事業主になりたいと思ってて、だけど、うん、まあ、ホームページも一応作れるは作れるし、うん、動画とかも撮れるは、まあ、撮れる、うん、武器らしい武器は持ってるんだけど進み出し方が分かんないというか、あ、はいはい、一発目どうやって、まあ、チラシでもいいんですけど、うん、その仕事って取ってくるんですか、うん、やっぱ今やっぱり多いのが、まあ、ご紹介だったりとか、まあ、昔からの友達で、うん、もうその会社やってて、うん、その会社案内作りたいからちょっと、うん、あの一緒に見てもらえませんかとか、うん、そういうビジネスの交流会とかもよく行ってたし、うん、今でもたまに顔出したりとかするんで、なるほど、そこでちょっと名刺配って、うん、あのこういうことできますって、あ、なるほどですね、あ、じゃあ、 あのなんか今いっぱいあるんだけど俺も、うん、あのデザインもできるし動画もできるし、うん、であのなんかそういうプロデュース業とかもやってるしって、うん、いろいろあるんだけど、じゃあ結局その相手に伝えるときってじゃあ何をお願いしたらいいのかっていうのをまず先にちょっとバシッと決めないといけなくて、うんうん、でそれが俺の場合動画だったわけ、なるほど、うん、で動画ってなって、でそれからじゃあそのじゃあ動画のお仕事だったりとか、うん、でじゃあついでにこれ写真も撮れませんかみたいな話になったりとか、なるほどですね、現場で、はい、でそれで写真も撮れるようになっていって、それを SNS で発信していって、そしたらなんか連絡いただいて、なんかこういうメニュー写真撮れますかみたいな、うん、なるほど、うん、だから俺の場合はいろんな人に会いまくって、うん、まあ、こういうことしてます、うん、行って、でそれで名刺も配りまくって、そういう交流会にも行って、うん、あとはもう SNS 使って、うん、あのブランディングしてるかな、なるほどですね、自分で、うん、自分はこういうことが得意ですみたいなのをちょっとやんわりとこう、うん、SNS 使って伝えるみたいな、なるほどですね、うん、
まあ、じゃあ僕みたいに、まあ、まだ何も誰とも今お仕事をしてないけど個人事業主になりたいって人は、まあ、SNS でもいいから自分のそのスキルとか何なりを発信するのがいいんですかね、うん、そう、あ、そう、今ね思い出したんだけどさ、俺面白い仕事をやったことあって、うん、結婚式の司会やってくれないっていう話が来たわけ、友達から、あ、友達から、はい、そう、あ、別に仕事っていうか、まあ、ちょっとちょっとしたお手伝いだったんだけど、うんうん、とか、あと今 CM も出てるわけ、天気予報の沖縄のローカルの天気予報も出させてもらってて、うん、先輩から電話かかってきて、 YouTube まだやってる、うん、やってますって言って、うん、CM あるけど CM とかできるでしょって言われて、あ、一応できると思いますってちょっと演技するだけだから、あ、分かりました、うん、で行ったら結構その半日ぐらいもかかってたわ、あ、がっつりしてる、がっつり、うん、CM のさ現場で、うん、おーみたいな、でそれでなんか俺お父さん役で、はいはい、でそのなんていうのかな、その新しく新築の家を買って、うん、そう、今日引き渡しなんですよ、なるほど、っていう設定で行って、うん、でこれなんでこういうことやって、ああ、そこ YouTube やってて、うん、なんかいろいろその自分で発信してて、うん、そうそう、だんだん喋ることとかも全然苦じゃなくなってきたわけ、なるほど、うん、で、あ、そしたらその結婚式の司会とかもちょっとやってくれませんかみたいな、うん、やってくれないって友達からも連絡もらったりとかして、うん、あ、そっかってなって、このやっぱ発信することで、あ、こいつはこういうことが得意なんだなみたいな、なるほどなるほど、なんか分かってくれてたんだなって、でかつそれをなんかやったことないけどじゃあやってみますみたいなチャレンジ精神もちょっとあったから、うんうんうん、なんかとりあえずなんか成功させた成功になったのかななるほどです、うん、ちょとりあえず、まあ、今も CM 使ってくれてるし結婚式も成功してたけどあ、やっぱすごいですね、うん、なんかこの4年前にいろいろやりたいことがいっぱいあるって言って、まあ、なんかつまみ食いをしてるような印象、はいはい、まあ、があったんですよ、してたね、してた、で、まあ、なんかその器用貧乏じゃないけど、うん、まあ、どれもこれもその人並みにちゃんとできてて、うん、だけどそのなんか何かに特化するタイプではないって印象だったんですけど、今なんか考え聞いたら、まあ、それがなんか雪だるま式につながって大きくなってって、うんうん、あれもできるね、あ、これもできるんだ、あ、ちょ、これもやってよみたいになっていく、何か一つに絞んなきゃいけないとか、うん、動画やりたいなら動画一本でとかじゃなくてもいいんだなって今ちょっと少し楽になったというか、うんうん、あのね、これ言われるんだけど、はい、俺なんかめっちゃ悩んでたわけ、うん、その20代の頃もそうだけど、なんか大学行って大学辞めて専門学校行って建築の専門学校行ったんだけど、うん、建築行かないでデザインの道行って建築そうそう、めっちゃ先生に怒られたの、うん、建築でしかも生徒会長やってたから建築の学校で、うん、でそれで途中で学校来なくなってデザインの学校を学びに行って、うん、でその卒業した引き卒業する間近に行って、はい、就職決めてきちゃってたから、うん、もう就職しますって言ってめっちゃ怒られたもん、うん、だって今建築の何かこの何ですか、匂いというか1ミリも感じないですけど、そうだよね、はい、ただその写真とかに生きてるわけ、そのめっちゃくちゃ建築 の、うん、あの写真っていうかその雑誌めっちゃ見てて、でそれがその空間を撮影する時とか、そのとかすごく生きてて、なるほどですね、うん、とかなんかその美的センスっていうのかな、うん、なんかそのはちょっとすごくその時磨かれたと思う、めっちゃ読んでたから、うん、なるほどですね、でその時にだからいろいろもうめっちゃさまよってるじゃん、さまよってたのよ、うん、今までってなってたけど、今振り返ってみると、うん、そのだから なんでその道に決めないのってめっちゃ言われてたわけ、うん、建築なら建築でいいじゃんってデザインだぜ、うん、まあ、カメラならカメラみたいな、うん、で言われたけど、今振り返るとそれがなんかだんだんさ、その点が線になってて、それがなんか面になって、それを、うん、じゃあこれからブランド立ち上げたいとかビジネスやりたいっていう人に、うん、こうトータルでじゃあご提案できますみたいな、そういう風になってるから、今のこのご時世でこれだけやってるって職人さんってさ、うん、結構危ないと思うのよ、そうですね、まあ、別にディスってるわけじゃないけど、うん、例えばそのお寿司握れますってなったら、うん、もう機械にとって変わられてるじゃん、確かに寿司握るのっていうのも、確かにそれは もちろんめちゃくちゃにプレミアな、ね、お寿司はできるかもしれないけど、うん、その道何十年やってますってなったら、うん、ただそれがとって AI にから変わられて機械に変わられた時に、うん、じゃあ明日俺何できるかなみたいな、うん、確かにってなった時にやっぱいろいろその得意分野だったり引き出しをたくさん持ってる方が生き残れるんじゃないかなっていうのは、うん、そうですね、持論としてはある、うんうん、なるほどですね、寿司屋さんがさ別にドローンで飛ばしてさ、うん、撮影してたっていいじゃん、本当ですねなんかドローンフィッシングとかでそのままなんか釣ったやつを
爆速寿司みたいな感じでなんか面白いねできたりするしますもんね、うんうん、寿司屋さんだったらできるできる。そういうのがあるから、うん、あんまりその器用貧乏って俺もめちゃくちゃ言われたりしても、うん、器用貧乏にならないようにしてたけど、うん、やっぱ通ってきていろんな現場を見て苦労してきて、うん、あここはこうした方がなんかスムーズにいきそうだなって分かって、うん、でそれをじゃあ今度は人にお願いしようっていう風になって、うんうん、でそれでまたスムーズにものづくりができたりとか。なるほどですね、うん、自分 の, その仕事に対する姿勢だったりその充実度っていうのが人生の時間も結構限られてる中で充実してるので今、うん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 、っていう感じが全然器用貧乏 OK だと思うけどね今こうやって聞いてるとそうですね、うん、全然何かこの恥じることでもないなって思いましたし、うん、ちなみに最後に1個聞きたいんですけど、うん、その1000万年収のうちのこの内訳というか、うん、今はこの月の契約でじゃあその動画あの会社さんに入って、うん、外部のパートナーとして、うん、あのじゃあこの金額月々じゃあこの金額で、うん、あのじゃあ動画作りますで、じゃあその何本作るとかその企画立てを一緒にやりますとか、なるほど、じゃあそういう企画の提案とかもできますやります、うん、っていうので、でじゃあその動画のマーケティングを一緒にじゃあ頑張りましょうっていうことでやってるのと、うん、あとはその動画の単発の撮影、うん、写真もそうだし、うん、商品写真だったりとか、うん、インタビュー、うん、そのお客様インタビューを撮りに行ったりだとか、うん、っていうところの撮影のお仕事もあるし、うん、養鶏農家さんが農業生産法人、あ、まあ、あの法人の方なんだけど、うん、その養鶏農家さんの方のブランド作りも一緒に手伝ってて、うん、でそれで、まあ、その方もあの月々の契約で、うん、まあ、してもらってってやってるんだけど、大体その動画のマーケティングだったりさ動画の撮影の方がなんか結構比重は大きいかも。うん、なるほど。動画のコンサルティングもしつつの、うん、その動画の撮影だったりその単発のお仕事がバババッと入ってきて、うん、なるほど。でそれでまあ東京行ったりとか、うん、か県内であの撮影させてもらったりとか、うん、っていうのがあるので、結構そのフリーランスといってもやっぱ波はあるので、うん、そうですね。大多数を占めてるっていうのはその動画マーケティングのコンサルと、うん、あとその撮影の部分が大きいかな。なるほど、うん、僕や僕この聞いてる方が始めたいってなったら結構動画っていうのをおすすめしたいところですか。うん、動画はねこれからあのますます必要となってくるし、今そのコロナ禍の、ね、うん、あの時代状況なの で、うん、でこの人にじゃあ物を伝えるっていうことは、うん、そのなんていうの、今まで対面で伝えてたけど、うん、遠隔で伝えたりとかっていうのがやっぱ大事になってくるので、うん、じゃあこれからじゃあそういう風にしてじゃあ動画を使っていこうとかそういうツールがあるんだろう、まあ、Zoom もそうだけど、うん、ツールがあるんだなっていうのは見直されてるし、これからもますますあの動画っていうのニーズは増えていくんじゃないかなと思うし、周りにもやっぱり動画のクリエイターになりましたっていう人増えてるし、ああなるほど、うん、だから動画はおすすめです、うん、これって一発目、まあ、例えば何か会社さんの会社の決定権持ってる方とご飯一緒にしたりとかしたケースがあったとしたら、うん、これもう最初ってもう足らないもいいから貢献じゃないですけど仕事を請け負った方がいいんですかね、うん、今思ったのはただでもいいかなって僕は思っちゃったんですよ。ああ、それに関しては、うん、あの結構大事な話になるので、うん、これはじゃあちょっと次回に。わかりました。そう、駆け出しの頃に、うん、仕事が本当にない時にこれはどうしたのかってことだよね。そう、それ次またモッチーが、はい、あの来てくれた時にお話ししようかな。じゃあそれまでちょっと僕はあの動画のスキルを磨いて何か SNS に、ね、おこいつちょっと面白い撮るじゃんっていうのをアウトプットしたいと思います、うん、OK、はい、じゃあ今日ケンさん今日はいろいろ話ありがとうございます。はい、ありがとう。じゃあまた次回よろしくお願いします。はい、お疲れ様。お疲れ様です。